フライトに12時間もかかるなんて。お尻が痛いっす。ちびっこ、こっちこっち、早くこっちだって。イブさん、イブさん来たっすよ。何もかも投げ捨てて、あなたの専属キャリーがやってきたっすよ。早速だけど今夜試合があるから。早い早いっすよ。夜に試合ってどういうことっすか。どこのコースっすか。一応この国のゴルフコースは全部頭に入れてきたっすけど。そういうのはついてからにしよう。お待たせ。なんすかこの人たち。えらい怖いんすけど。とても一般人には見えないっすけど。この子私の専属キャディ、名前はなんだっけ。イチナ、早乙女イチナっす。なんで名前を覚えられないんすか。あんた小学生をキャディに雇ってるの。16っす。ハイスクールプリティガールっす。高校生。ジャパニーズの年齢は本当にわからん。こっちは今私が世話になってるヘビ女とその彼氏。ビペール、いい加減名前覚えなさいよ。うわー、イブさんブレないっすね。